ぞ。今日のメニューです。失礼します。お寿司のメニュー失礼します。今日のメニューです。失礼します。どうぞ。すいません、失礼します。今日のメニュー失礼いたします。どうぞ。失礼します。今日のメニューですね。失礼いたします。どうぞ。今日のメニュー失礼いたします。どうぞ。失礼いたします。どうぞ。全部食べれそうですか。今日はさよりが入ってきましたね。さよりカンパチとカワハギ、そこら辺がちょうど冬というか今いいですね。カンパチがね、いいです。今通常の店はね、ブリが多いですね。ブリ使ってるとこが多いんだけど、うちはカンパチで、今日はカンパチが素晴らしいです。お願いします。この下でやってて、なかなかちょっと開けれないんですけどね、もう。3番手が育てばいけるんですけど、あとアルバイトの女の子とかですね、なんか結構ホールのしっかりした子が何人か入ってくれればもう、ね、分けちゃうんだけど、はい。からですね、白イカです。息子の隣もまたなんか立つみたいですね、ビルがね。そうグルメのビルって言ってますすごいな。でもすごい広くて奥に、うん、あそこ広いですね。工事とか面白くなるやつ。何が立つ、なんか どっかの寿司屋が入るのかな。なんか寿司屋が入るって言ってましたね、どっか。2軒並ぶんだと。この広いですよね、奥間、奥間で。イカ、白イカです。次です。白イカ、失礼します。酒屋さん、伊勢湯。
どうぞ。これがカスゴ。失礼します。お菓子屋ウッチのケーキうまかったな。めちゃくちゃうまかった。ちょっとびっくりしましたね、あのうまさ。全く油分を感じないというか、もうさらす軽くて、ちょっと衝撃を受けましたね、あのショートケーキ。ショートケーキだっけな、あれ、あのクリームのやつ。次ね。あのケーキもういつでも食べれる、週1回ぐらい食べれるから、もうあれの専門店作ってもらいたいですね。あれだけの、あれだけの専門店でも、まあ、全部美味しかったけど、なんかコースで食べたんですよ。ちょっと食べますね、お呼ばれして、はい、ちょっと食べてきて美味しかった。ヒラメは横須賀の方です。横須賀のヒラメです、はい、ちょうど2日目かな、3日目、ちょっと柔らかくなり始めたぐらいの時ですね、はい、だけど本当に盛り上がりますよね、ワールドカップってね、本当に、うん、ヒラメです。普段サッカー見ないけど、やっぱ見ちゃいますもん。さよりすごいいいですね、綺麗、透明感もあって、食感もいいし、甘みもあります。6日目、12週間ちょっとですね。23キロあるカンパチです。通常はね、養殖のカンパチ、養殖だからやっぱ4キロ、5キロ、6キロそれぐらいのカンパチが多いんですけど、やっぱ23キロもあると深みもあるし、ねっとりというかね、ちょっとねちょっとした食感で、あんまり味わえない食感です、はい、ねっとりを通り越して ねっちょりっていうか、はい、カンパチ、じゃあ次ください。
ウッチーは、ウッチーは予約していくんですか？あ、もう毎月。毎月、でも毎月取ってるんだ。赤井先生っていうのがいるんですよ。あ、はい、はい、花のジモンさんと。そうそうそう、赤井先生で、赤井先生の回でこの間行かせてもらって。赤井さんすごいっすよね。カツオです。花の先生でもあり美食家でもあり、うん、お花の、はい、はい、男性だ。その辺のおっちゃんみたいな。だってその辺のおっちゃんみたいな。関西人じゃないですか。まあそうですね、関西のね。だけどまあアーティストっぽいですよ。この私服だと黒い感じで、全身黒で。面白い人ですよ。すごい喋りもすごい面白いです。はい、喋りも面白いです。息子さんも花屋やってて、はい、銀座で、すごいあのいい 花屋さんで。そうですね、髪を結構香ばしく仕上げてます、うちは。で髪に塩振ってあるんでね、ちょっと塩を感じながら。鹿児島とか長崎あたりですね、このカツオは。迷いガツオって、迷いガツオって呼ばれてます。はい、桜台に住んでたんですよ、昔。桜台だったの？桜台ですよ。あ、そうなんですよ。昔桜台ですよ。昔、汽船っていう居酒屋があって、朝までやってる、桜台に。駅降りて日高屋があって、日高屋の脇入ってた細い道なんですけども、おじいちゃんがやってて、もう20年ぐらい前かな。もう25年前、30年前ぐらいからよく行ってたんですよ、仕事があって。あっちの寿司屋で働いてた時。桜台に住んでたことあって。西武池袋線ですね。桜台か、いいとこですよね。懐かしいな、桜台。これがカワハギ。
のもなんかしっかり全部してた白いちごもあっていいな。そうですね。身と肝も両方漬けてます。はい。カワハギです。両方漬けて。はい。カワハギ前回食べてないですもんね。うん、ありますね。いいですね。宝物ですね。何年ぐらい使ってるんですか。結構買ったところですか。え、買ったところで。買ったばっかり。はい、ああ。でカーベルトが結構なんか風格あるからもう長く使ってるのかなと思って。それカーベルトだから。まだ買ったばっかり。うん。どんぐらい結構するんですか。500とか1000万とかするんですか。500とか。そこまでは500ぐらいですか。やっぱ男性はね、やっぱ時計の彼女からすればなんでそんなのにってなるんですけどね。男はやっぱ好きなんですよね、時計とか。マグロ赤身です。はい、マグロです。赤身の漬け、これは気仙沼のマグロです。赤身は気仙沼のハイナワ。次ください。トロですね。中トロのとこです。セトロですね。なんか背の柔らかいトロのとこ。グラデーションが綺麗ですよね。こうトロから赤身にかかる、うん、タツニーかな、カツニー、あそこの店主、僕の仲いいですよ。本当ですか。もう俺のこと忘れてっかな。もうだから俺高校の時なんで、何年前だろう。30年、28年前ぐらい。次お願いします。何は言ったら僕のこと言ってください。多分覚えてないかもしれないな。そうですね、高校の時から寿司、はい、調理師学校とか行かなかったけど、うん、寿司がやっぱ好きで、その時アルバイトですね。懐かしいです、本当。スプーンちょうだい。何岩は懐かしいな。
倉敷っていう居酒屋とか。え、何知ってんすか、うん、ね、根本ちゃんね、根本、うん、あと今ちょっと、まあ、同じ練馬ですけど、うん、移転しちゃいましたけど、倉敷知ってるんだ。倉敷はあの練馬の本当駅の真ん前にあったでしょ、最初は。で、今はちょっと離れて。なんで知ってんの。あと、蕎麦屋でなんだっけ、数字のとこあるじゃないですか、なんだっけ。蕎麦屋、数字の蕎麦屋、数字。ああ、なんだっけ。176とか。あ、そうそうそう。あそこも知ってますよ。あと、龍の寿司だっけ、龍の寿司じゃねえや。なんか中華、なんとかの中華とか言う。龍の中華だっけ。完全に地元で練馬の高野台、高野台に天ぷら屋があるんですよ、美味しい。渡辺っつったかな。高野台じゃ何にもこう看板も出さずにやってるようなところ。エコダにあるシュークリームがうまいんですよ。エコダにある、なんて名前が出てこない。シュークリーム専門店、棒状のシュークリームで。エコダだな、エコダかな。あっちの方意外に詳しいんですよ、あっちの方。練馬好きなんですよね、練馬はやっぱ。エコダでパン屋やった人も来ましたね、そういえば。なんか結構有名なパン屋ありますよね。結構意外に焼肉屋さんとか美味しいとこあるんですよ、あそこの並び。桜台だっけな、練馬の次だったっけ。焼肉屋とかもなんか町焼肉で美味しいとこあって。昨日来たんだよね、焼肉屋さんが。京成立石の焼肉屋、結構人気あるとこ。ジモンさん連れてきたいなと思って。町焼肉、結構その京成立石、石行かれました？まだ行ってない。すごい、結構人気あるみたいで、うん、なんてとこだっけ。あれ昨日の焼肉屋なんて名前だったっけ、京成立石の。覚えてる、覚えてる。高専。あ、そうだ、昨日来たんですよ、高専の。高専の大将、若大将。めちゃくちゃいい男ですよね。毎日タレの勉強とかしてるって言ってたから。行ったことあります？高専、あります？あのね、すごい人気ありますよね。うん、いや、いいですね。焼肉の話いいですね、寿司屋でね。あれ、いや、寿司屋で、寿司屋の話をなんか他の店の話ずっとされると嫌だけど、寿司屋で焼肉の話だと僕大歓迎。僕も好きだから。今度の休みどこ行こうかなとか。僕この前ライモン行ったんですよ、うん、やっぱライモンは別格、やっぱ本当美味しかった、ライモン。タレもすごいっすよ、うん、ライモンうまかったな。タン、やっぱ最初のタンがすごかった。でライモンの大将、ね、あの息子の方、ね、僕も結構好きなんですよ彼。そしたら来年の12月取らせてくれて、うん、来年の12月。その京成立石は行こうかなと思って、本当町焼肉どっかで。あ、テレビ出たんだ。トロですね、これはあの青森の大畑。さっき2個出したのは、赤身中トロで出したのはあの気仙沼のですね。こっちはもう旨味が強いですね、やっぱり、はい。
めてないけど、もう脂も力あるし濃厚です、こっちは。はい、あそこも美味しかったな。ジャンボも美味しかったですね。ジャンボの南原さんこの前焼いてもらって、もううまかったな。ジャンボの離れのカウンター座ったんですよ。そしたら南原さんちょうど来てくれて、全部焼いてくれて、うまかった。うん、焼肉食いたく、焼肉食べたくなってきましたね、やっぱね。でも本当に気がするかな。サワラ。次ください。はい。次ください。次ね。ちょっとこれ終わったら向こう握り入っちゃうんで、すいません、ちょっと外しちゃいます。こっち終わったら向こう握り入っちゃうんで、ちょっと外しちゃいます。いきますか。ちょうどいいぐらいになりました。大丈夫ですか。ありがとうございます。大丈夫ですか。今日は穴子ね。